さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。電車とか乗ってる時にすごいなんかぼーっとしてる時にコズミックエクスプローラーの振り付けを自分なりに想像するという遊び。今夜は逆電の研究、かしゆかのっちあーちゃんが生徒に電話します。生徒が電話に出てくれたら運がいい、短いコール音で出てくれたらもっと運がいい。パフュームロックス、春の運試し逆電を研究せよ。久々に来ましたよ。来ましたね、これ来たな。久しぶりだよね。うん。パフュームロックスにメッセージを送ってくれた生徒の中からそれぞれこの人は電話に出てくれそうだなという生徒を一人だけ選んでいきなり電話をします。はい。生徒が電話に出てくれたら運がいい、それが運試し逆転。ちょっとここで奥の手、うん、先週あまりに出てくれんけ、うん、なんで出てくれんのって書いといたんよ。書き込みしといたんよ、うん、そう、もうなんでみんな電話で出てくんないのって、うん、だからなんで今回はこれってどうどうあの伏線貼ってくる。いや伏線です。本当そう、ちょっとだけ、その本当ですか、ちょっとだけのです。はい、じゃあ行きますか。行きます。あーちゃんから。はい、レオくん、千葉県。もう電話、もう電話しましょう。もう電話しよう。あのね、運試しはコール数えるからね。彼にね、実は電話したんです、タイムマシーン乗って。したそしたら迷惑電話かと思って電話出れなかった。あー、はい、あー、もう登録して、知らん電話ちょっと検定。いいよ、用心深いのはいいよ。ここ行きます。あーちゃんお願いします。お願いします。買ってくれたっていう格好読みだったかな。そう、うん、2分前とかの書き込みに電話してるのに私読んだんだよね。みんなでな、あ、もしもし。もしもし、レオくんですか。あ、はい、パフュームです。あ、こんにちは。あ、こんにちは。出てくれてた。いや、何コールだった。1。やった、初めて。レオくん、ありがとう。すごいじゃん。レオくん一回電話したけど出てくんなかったけど、はい、迷惑電話か思うた言って、はい、買い取ったけん、もう一回電話してみたんよ。すいません、ありがとうございます。おめえ返上です。この彼がね、うん、初めのナビゲートで盛り上がってきたと思ったらプツッと曲が切れてコズミックエクスプローラーへと、その流れがたまりません、やられたって感じでした。ミラクルワーカーはのちのおっこせミラクルの部分が興奮しましたと、ようやくね、話つながりました。レオくん、はい、そのさ、この間のさ、あの時電話のさ、留守電聞いた？はい、あ、聞きました。あ、じゃあノッチの生ミラコを。はい、ありがとうございます。生も欲しい？あ、そうだよ。まず感想聞こうや。どうじゃった？あ、どうだった？でも、なんでしょう、なんか宇宙の広がりっていうんですかね、なんか、うん、ナビゲートが本当すごくて、うん、それなんかやっぱ、うん、ミラクルウォーカーが、うん、ぐさってきましたね、本当。嬉しい。ビビーゲートなんても、うん、なんかすごい大人の女性な感じがして。うわー、ほんま？はい、どうですか、年上の女性は。あ、すごいいいと思います。いいと思います。いやいや、10個違うよ、10個。10個は違う。1998年生まれですよ。そうですか。じゃあ、のちさん、うん、披露したくてしょうがなくなってました。このミラクルワーカーの決め台詞を、うん、セリフなんだろうか分かりませんけども、のちさんの、今週もじゃあお届けしていただいてよろしいですか。いきますよ。喉の調子はいいですか。大丈夫です。ではのちさん、レオくん、聞いててね。はい、はいはい、ミラクル起こりますように。起こせミラクル。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にありがとうって思ってるよね。そんなのね、ダイレクトに一人に言われてもね、緊張するよ。輝いてみました。いや、しかもやりたがるっていう、ね、もうすぐ出したい、すぐ出したい。ありがとう、ね、ありがとう。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。バイバイ。バイバイ。皆さんこんばんは、かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。レオくん、ありがとう。つながった、超嬉しい。
レオくんリベンジ、レオくんリベンジ成功です。すごいよ、うん、1回だけコール、ね、あすごいよ、ね、めっちゃ嬉しい。しかも冷静って、ね、すごい冷静だった、ね、冷静に決定を。あんちゃんありがとう、幸先良かったんです、はい、続いて私、いやゆかちゃんはあるもん。いやこれね、うん、あの書き込んだって言ったじゃんさっき、うんうん、それの後に、うん、自分出れますよ笑いって書いてる人いるの。そりゃもう電話するしかないでしょ。進化する。いやでもだいぶ時間だったけどな。確かに、まあ、まあ時間は経ってるけど、うん、きっといつだって受け入れ体制ってことよ、はいはい、なるほど。携帯手に持ってるのね。そうも、よっしゃ、凛とした香里ちゃん、あ凛とした香里くん、おお、沖縄県だって。香里くん、あ、かかった。1、2、出れるって言って、あ、もしもし、もしもし、凛とした香里くんですか。あ、はい、そうです。どうも、パフュームです。です、あ、こんにちは。こんにちは。本当に出てくれた。ありがとう。あのね、あ、はい、自分出れますよって書いてくれたじゃん。あ、ました。もうその一言にかけて電話しました。 ありがとうございます。やっぱすごすごいんだけど。本当に出てくれた。マジで電話できるって楽しい。マジ嬉しいんだけど。でもマジ奥の手最高。嬉しいわ。嬉しい。なんかさ、その書き込みの前にね、はいはい、アルバムフラゲしてくれたんだよね。はい、しました。ありがとう。ありがとう。でさ、タワレコに入った瞬間、なんか流れてるんですで、しばらく聞いてたら、んこれクリンクリンじゃねってなって、やべえよちょっと聞いちゃったじゃんってなって急いで家に戻りましたって。ちょっと聞いちゃったの。あの店内で流れてたので、うん、聞いたことないような曲だけどなんかなと思ってたら、うんうん、あれこれクリンクリンじゃねみたいな。あれってマジメール通り、マジメールでもらった印象通りの言葉なんだけど、超面白いね。あなたやべってなって、やべってなって、うん、こんなとこで聞いちゃったってなって、そう途中からだもんね、その順番的には。あ、そうです。でお家戻って聞いてくれたの。改めて、改めて聞きました。わ、どうだった。いやー、やっぱ新しい感じで。そうよね、もともとのクリンクリンとさ、なんか中身全然違うもんね。あ、そうでした、そうでした。生まれ変わってた。生まれ変わってました。だからなんか、うん、前は、うん、ミュージックビデオの世界観とか、うんうん、女の子が迷い込むみたいな、うんうん、怪しげな中商店街に、うんうん、って感じでしたけど、今回はその女の子が、うん、ダンスフロアに迷い込んでたのかなみたいな。いや間違いなく踊っちゃってるよね。はい、踊ってますね。そうなんで、全然でも性別変わっとるやんって書いてるけど、うん、まさにほ、はい、そんな感じだよね。本当に全然びっくりするよね。びっくりしました、うん、最初がさ同じだから、あ変わってないんだ、そうそうそう、アルバムミックスって書いてんのにって思ってたら、うん、ってなるよね。はい、一瞬固まりました。固まるよね。嬉しいな。アルバムのさ、他のさ新曲とかどうだった？あー、やっぱりストーリー、うん、ストーリーはもう出だしからあのサウスバイサウスウェストの時の同じ感じで、うんうん、であの時もちょっとね We are Perfume の時に、うんうん、あれを出だしで映画のねバーンってきて、うん、泣いちゃって、うわー、そうなんだ。もう気づかないのに涙が出てて、で隣でお母さんもなんか泣いてて、お母さん、お母さんと見に行ってくれたんじゃん。すごい号泣してました、お母さんの方が。本当、わあ嬉しい。嬉しいよ、痛みが分かってくれるんじゃろうね。優しいわ、ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。これからたくさんアルバム聴いて、うん、ぜひ、はい、ね、来れたらツアーにも来てほしいなって。あ、ね、あそうですね、ねぜひお母さんと一緒に、お母さんと一緒に、うん、行きます。ありがとう、ありがとうございました。じゃあね、じゃあね、バイバイ、バイバイ。最高、最高。15歳です。とてもしっかりとした、ね、男の子でした。そうですね。声はしっかりしてさ、そうそうそう、大人っぽいのに、うん、映画お母さんと言ってるって可愛いね。めっちゃいい、嬉しかった。お母さんと一緒
緒に泣いてくれたってすごい嬉しいな。もう苦労しとんじゃろうね、きっとお母さんも分かるんじゃろう。そうね、嬉しいわ。もうつながるって最高。最高やね、幸せ、最高。声聞けるって最高。ずっとこれでいいじゃん。いつもつなげましょうよなんでつながないとこオンエアするんですそしたらこれ覚えちゃったらもうやめられないっす。ちょっとこれからドーピング検査厳しくなりますよ。ミラクルが起きたので今日はもうこれでおしまい。どういうこと？ミラクル起きた。まあ、確かにミラクル起きてるかも。あ、終わりってこと？終わり？うん。あ、ノッチしないこと？ノッチはもうしないでもミラクル起きたってことだ。マジで？今まであったそんなこと。いや、なかった。あ、待って、もういいか。うん、よかったし、うん、そうだね、よかったってことかな。ミラクル、みんな、うん、みんないいってことかな、うん、あ、やばー、初めて。いいのか。いいよね。いいよ。いいんだ。それでいい、これでいいんだ。わー、最高の気持ち。すっごい電話できたもんね。できた、うん、ってことは研究結果を見てみると、うん、2016年春の段階で一番運が良かったのはみんな。3人、みんな、みんなやね。そういうことかな。よかった。これからツアーも始まりますし、そうね、3人で協力し合って完成させようってことですね。そうだな、そういうことだ。起きたミラクル。いや、思わず先走りで笑っちゃった。いや、来るんじゃねえかな。急におじさんみたいな人が入ってきたなと思いましたけど。本当そのミラクルのとこでびっくりした。いわゆる架空っていうのがあって、はいはい、それスイッチオンにして喋ろうと思ったんだけど、はいはい、思わずなんかテンション上がって、ダメです、入っちゃダメですよ。スイッチオンにしちゃってちゃんとびっくりした。急に入ってきこったらびっくりしたよ。すまなんだそれは。いや、でもそれぐらいやっぱ嬉しいミラクルがね、3人揃ってのミラクルでしたからね。リアルミラクルが起きちゃってんだから。それは許して。犯人やで。許しましょう、許しましょう。これさ、あと沖縄県のさ、ラジオネーム、うん、凛とした香り、凛とした香りね、なんかクリンクリンのアルバムミックスの、はいはい、表現がちょっと俺嫉妬するぐらい素敵な表現だなと思ってさ。何ですかこの、え、怪しげな商店街みたいな感じだったけども、前回、はい、前回というかその前はミュージックビデオのやつは、はいはいはい、でも今回その女の子がダンスフロアに迷い込んじゃったのかみたいなっていう、すごくいいよな、なんか、うん、物語を感じる感じね。ちゃんとなんか地続きになっててこう続いてる感じとかもしてさ、いいな、凛とした香り、素敵な言葉、要チェック。ここからありがとう。なんあれ、キャラが崩壊してきましたから。明日のこの時間は我が校の進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロス、明日はライブがね、名古屋である、はい、まあ、もちろんだから名古屋にいるってのことで、そうですよね、なんと FM 愛知から生放送に参加してくれます。愛知からやってくれると、まあ、てことで今日の先生、明日名古屋いけるね。 OK、 ありがとう。え、ちょ、え、頼むね。え、なんか、え、いや、聞こえてなかった。いや、なんで、京都だから明日、はい、名古屋いけるね。おい、だよね、行きますけど、はい、行くね、行きましょう、はい、行きます、行きます、はい、わかりました、はい、じゃあスクールオブロックとして、うん、そのやっぱ誰かが大王、大王はだってさ、FM 相手に来ていただけるわけだから、まあまあそれは確かにそうなんですけど、迎えないわけにはいけないでしょう。え、ごめんなさい、校長は、校長来てください。俺はあの明日東京内ダメだから。なんでですか。明日あの新宿であの椿鬼奴さんと、あのロバート秋山さんとあの即興で歌を歌わないといけないんで。どんな仕事ですかそれ。仕事って仕事じゃないんだけど。何ですかそれ。椿鬼奴さんとロバート秋山さんと即興で歌を歌わないといけない。何ですかだから。いけないの俺は。何それ。東京、妙に生々しいやつ、ね、何ですかそれ。で、京都とアレキサンドロ先生は名古屋、はい、この2カ所から全国に向けて生放送で授業をしていくってことだ。そんなことができるんですね。ってことは聞いてるみんなにとっては、うん、校長も僕もアレクサンドロス大王、うん、先生もみんな一緒にいる状態というか、ね、そういうことよ。なるほど、ちょっとワクワクするでしょ。楽しみですね、これは。アレク先生ってことで明日はよろしくお願いいたします。